えー、こんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございます。今日は心理学講座第2弾ということですね、ABC 理論というのをやっていきたいと思います。心理学講座の方はかなり反響がありましたので、僕も勉強がてらまとめていきたいと思いますが、ABC 理論というのは何かといいますとですね、まあ、ラショナルセラピーというふうに言われているものですね、論理療法ってやつですね、アルバート・エリスという人が提唱した考え方なんですね。 1913年から2007年で、まあ、亡くなられてる方なんですが、えーまあ、僕はもう心理学に出会って何が一番良かったかってのこの ABC 理論が一番自分の中で使う考え方なんで、これぜひご紹介していきたいなと思います。まあ、理論的にはですね、非常に、まあ、簡単というか、アクティベーティングイベント、何か出来とが起こって、このシークエンスっていう結果があったとしたら、 これはビリーフ、受け取り方でいろんな考え方が、この結果っていうのはできるんですよっていう考え方なんですね。で、両方としてはディスピュート、その反応を、このビリーフの反応をして、エフェクト効果を得ていくっていう考え方なんですね。具体的にどういうことかというとですね、まあその、ラショナルセラピーというだけありましてですね、まあその、ラショナルとイラショナルっていうビリーフがあるんだという、この人間の考え方ね。 でその人は愛されなければいけない愛されなければいけないっていうふうに考えて要は大体こう,こう自分でこうつにこうのめり込んでいってしまう人っていうのは何々しなければいけない何々しなければいけないっていうのが多いとなければいけない主義っていうのをやめなさいというのがこのセラピーの一番大事なとこなんですが愛されるに越したことはない愛された方がいいけど別に愛されなくても別に死ぬわけじゃないしという形の考え方ですね。 例えば彼はガリ弁だっていう考え方っていうのは彼は一日3時間勉強してるっていうのがこれが適切な考え方であってそれをガリ弁だっていうふうにするガリ弁っていうふうな言い方をしてしまうとねいうのはくないよ。例えば母は口うるさいいつもうるさいっていうふうに一般化してしまってるけど門限に遅れた時母はうるさいっていうふうに考えるとこれは適切な考え方ですよと。このビリーフの形成ってやつですけど 子供はですね朝起きてから学校に行くまで70から80のこういうビリーフを親から頂い,いてるということなんですね。これをずっと続けていくので人間はどうしてもそのビリーフっていうのが凝り固まった考え方になってしまってる。こういうふうにしなきゃいけない。こういうふうにしなきゃいけない。それはでもね自分の人生を生きていく上でのこの考え方というか。 要は経験上からの蓄積なのでいいんですけどててててののこととにおいいいいそうううう言ええるかどうかどっっをちゃんん検証しななさよ考方ですね例えばこの、えー、アクティブイベントっていうのがあったとしてこうコンシークエンスで結果が生まれたっていうふうな考え方のですね典型的なのはですね例えば雨が降ったから今日は憂鬱だって考えるっていうの結果が出たっていうのはこれはでも万人に言えることじゃないでしょうっていうのが、まあ、エリスの考えることなんですね。 例えばうーん、農家の人がですね、雨が全然今年降らないからあ、やっと雨が降ったと思ったら、これはですね、結果っていうのはですね、良かったとっいう結果が生まれるわけですよ。例えばですね、傘屋さんがですね、えー、今年は全然お礼が良くないなと思ったときに大雨が降ったわけですね、これは結果としては儲かったという結果が生まれるわけですね。 例えばちっちゃい女の子が新しい長靴を履いてそれを履きたいなと思った時に雨が降ったらワクワクするわけですよね。という具合にですねある出来事があった時に受け取り方が変わると全然結果は変わってくるんですよつまりこのビリーフっていうのはこれがまあ適切なビリーフまあそこそこのビリーフだったらいいんだけどもそれが自分を不幸せにするビリーフがあるんだったらそれを反論して修正して効果を得ていきましょうっていう考え方なんですね。 例えばこういう、えー、心理学をやってですね、心理学セミナーとかやってるとですね、一番多いやっぱり悩み事ってやっぱ子供さんの悩み、不登校になったっていう悩みがやっぱあったりするんですね。でもこう、不登校っていう出来事があった時に、お母さんっていうのはこれ最悪だって捉えてしまうわけです。うちの子供の人生は終わったって思うわけですね。でも不登校な人生を受けているっていうか、不登校になったこう芸能人っていうのはいっぱいいて、例えばマツコデラックスとかですね、えー 本人が言ってましたけど、子供でいることがつらかったって言ってるんですね。まあ、短い期間だったらしいですけど、要は学校にいて子供として扱われるのが非常につらかったっていうわけですね。なんかあの人のすごい分かりますよね。もうなんか最初から成熟だったんでしょうね。だから、ああいう考え方になって、ああいう人生が、こう、でも松子の、マツコの僕も大好きですし、あの人のね、こうぶった切り方とかもうまいですし、すごいこう、愛があるぶった切り方しますよね。ああいう、こう、 人になっていこうと思うとと思やっぱりこう学校っていうわけにはやっぱりうまくはまらないということなんですよね。あと千原ジュニアさんなんかも不登校児として有名ですけど、もう学校に行くのがもう嫌だとで。なんでかと。新学校に受かってしまうんですねだから学校に受かったっていうことはすごくいい結果だったんですけど、進学校に行ってしまったことによって授業がついていけなくなって、不登校になってもう引きこもって部屋から出てこなくなってしまう。それはお兄ちゃんの生児が あお前おもろいから吉本行こうぜって言って吉本に入ったことによって彼の人生は開花していくわけじゃないですか。ってことは不登校になったっていうのは彼にとっては順調そのなんかこう出来事が起こるためのなんかこう大事なポイントだったわけですよ。そうすると千原ジュニアさんみたいなうちの子は千原ジュニアさんみたいな面白いコメディアンにしたいと思ってる人からすれば千原ジュニアさんの経歴を知っていれば不登校になったらですね順調って思うわけじゃないですか。 だから同じ出来事でもこの取り方が変わると結果っていうのは変わってくるんですよっていうお話なんですねまあもちろん AKB の指原さんもそうですしまあいろんなこう僕はもうですね、えー、非常にこう鍵をですねなくすことがめちゃくちゃ多いんですねよく遅刻するんですけどこの出る前になってこうバタバタしてるのに鍵を探すんですよもうこれ何とかしなきゃいけないなと思ってるんですけど で,鍵を探してでまあなんとかこうち,ちょっと遅刻していく時にですねこうイライラするんじゃないですかこうあんあ,あの時借りがあればな最後だなって思うんですよでそういうそういう自分は絶対いるんですよいるんですけどその時に僕はこう思うんですよこれね多分先祖のじいちゃんがね鍵隠したんじゃないかなと思ってこれ俺このままのタイミングで多分遅刻しないタイミングで出てたらまあ大事故起こしてて じいちゃんがねこう、うまいこと鍵を隠してくれたんだなと思って、いつもかそのたびにこうですねこう、遅刻しそうになると、じいちゃんに感謝してる自分がいるっていうことですね。まあ、そんな,そんなのこう遅刻したら、いや、じいちゃんは鍵を隠してって言わないですよ。言わないんですけど、でも、そういうふうに考え、考え方が変わると、イライラっていうのはちょっと減るわけじゃないですか。という考え方ですね。まあ、このアルバート・エース自体がですね、この ABC 理論を考えたときに、こう、 出来事っていうのがあってこう,こういうこと考えてるじゃないですかそしたら自分が、まあ、まあ見た限りこの女の人女にモテなさそうでしょで自分も女の人が苦手だと思ったらしいですねでもこれってビリーフ違うんじゃねえのって自分で思ったらしいで公園に行って数名の女の人に声かけるんですってそうすると思った以上にみんな喋ってくれる、まあ、もちろん無視されることもあったんだけど 自分が予測してたよりもずっとずっと女の人はみんな喋ってくれる中にその中でも20%ぐらいの女の人は非常に話もあって楽しくケラケラとみんなで2人で笑って談笑したとこれはやっぱり受け取り方違ったなとでまあその20%の人には明日も僕この公園に来るんでもしかよかったら明日もお話ししませんかっていうオファーをするんですね そうするとまあ何名かいた中の1名だけがその公園に来ていただいてその日も楽しく談笑して彼の奥さんになるというこういう結果を彼は勝ち取ったわけですねつまりこう自分が女にモテないと思っているのは実は自分のビリーフが違うだけでこれはイラショナルビリーフだというふうに考えるわけですねつまりこ,うこれが本当のビリーフなのか イラシ,ョナルラショナルビリーフなのか、イラショナルビリーフなのかっていうのをちゃんと反論して考えていって、修正して、新しい結果を得るっていう、その効果を得るということですね。これがこの ABC 理論っていうやつなんですね。まあ、いいと今回はですね、こう自分の中でのこう葛藤とか、そういったものをお話ししましたが、これがですね、まあ、例えば誰かに暴言を吐かれたとか、誰かに嫌なことをされたっていうことに関してのこの受け取り方っていうのは、またちょっと。 次回にお話ししたいと思いますが、えー、今回はこの ABC 理論ってやつでした、えー。とにかくね、B はね、楽しく考えるんですよね。こう、なんか悪いことが起こった時に、これって本当に悪いことなのっていうふうに、えー。次回でもお話ししますが、こう、死ぬっていうのは最悪かもしれないけど、エリスは死ぬっていうのは別に最悪じゃないんだと。いずれ死ぬから、それが早くなっただけだから、っていうふうにエリスは言ってるんですね。 つまり全員が地球が滅亡して全員が死ぬっていうのも最悪かもしれないけど考え方次第ではみんなが死ぬのが早まっただけだからこれも考え方によっては、えー、別に最悪ではないっていうふうに彼は言ってるんですねという具合に何を考えたってこれってビリーフを変えるとということなんですねで人間って性格ってほっと変えれないんでなかなか変えれないですよでも考え方思考っていうのはちょっと変えれるんですね だから自分からバーンって入ってきたものに対して考え方でうまく避けるというそういう考え方を身につけるということですね。これが私の、えー、理解している ABC 理論ということでございました、えー。皆さんのお役に立てれば嬉しいですが、えー、本日は以上になります。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。 チャンネル登録の方もよろししくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討ください それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。